駐車券 OK？ あ、ちょっと待って、え、何？駐車券？駐車券。あ、ちょっと待ってくださいね。駐車券。え？あれ？俺財布に入れたって言ってた。確か財布ですよ。あ、あったあったあった、よかったよかった。ありました。あれ？ちょっと待って。あれ？アポロジックの財布。あ、あったあった、ありましたありました。めっちゃ怖え、マジで。まだ動機もしてないっすよ、だって。あれ、ちょっと待って、怖え。よいしょ、はい。アポロジックのアポロチャンネル。よし、さあ行きますか、ゆうさん、はい、行きますよ、今日も行きますか。なんかね、高級そうなとこに来てますけどね、今日去年できたばっかの麻布台ヒルズですね、ここはね。そうそう、さっきさ、この辺のマンションいくらなんだみたいな、ああ、じゃないですか。すごい金額っすね。 1K で6億とかしましたね。やばくね。俺なんて2人合わせても20いかないぞ。6億あったら株何台買えるんですか。計算できないわ。前走ってんのもゲレンデじゃないですか。2500万歩く家ですね。どう頑張っても俺ローンでも買えないよ、ゲレンデ。俺らローンなんか組めないですかね、そもそも。社会的信用皆無ですから。これでここかな、ここに入れて、あ、あ、あ、やばい、落とした。ちょっと待って、あれ、俺の100円玉あったあったあった、よいしょ。好きな。ほらほらほら、また高級そうな車。何これ。これベントレーじゃないですか。ベントレーの SUV 2000万ぐらいしてますね。その後ろもしっかりアルファードですよ、エリさん。だからね、やばいっすね。おしょ、その後ろポルシェですよ、エリさん。エリさん、ポルシェ、ポルシェ行きます。あ、すいません。やばいっすね。ちょっと生きる世界が違いすぎますね。いや、そんなことないですよ。ユイさんもしっかりお金持ってるじゃないですか。何を言ってる。俺の車をもう一度思い出せ。ベンツの S クラスですね。新車で106万だって。それで俺は失敗してる気がするんだよな。さっきも話したじゃないですか、喫煙所で。6億の家なんか誰が買うんじゃと。でも答えが1個出たじゃないですか。リセールがいいんじゃないかっていう話ですよね。なるほどね。家って土地の価値が上がると利益が出る可能性があるんでね。先見の目があって、豊洲に15年前ぐらいに家を買った人とか倍額ぐらいになったりする人いるんでね。だからそういう可能性もあったりするってことですね。でもさ、少なく見ても俺らのバイク価値ないね。正直言ってさ、落ちる一方じゃん。浜数ももう余ってるしさ、はいはい、忍者に至ってはもうランキングから落ちちゃったしさ。だからバイクもバイクで買うバイクを選ばなきゃいけないんですよ、ちゃんと。本当は GB はリセールあんま良くないでしょ。いいじゃん、もう。リセールいいバイクって言ったらさ、もう筆頭である SR400 とか、うん、CB400 スーパーフォアとかあるわけじゃないですか。本当に僕らそういうところ一切見向きせずに中途半端なバイクを選んでさ、自分詳しいくせにさ、なんで自分で実行しないし、俺にアドバイスしないんだよ。 GB 買えてないしね。あ、いいっすね。いや、だって人の意見を曲げさせるほど僕はそんな大義名分ないんでね。でもさ、そこでね、そろそろ強く GB400 がいいんじゃないですかって言ったら変わったかもしれないよ。いや、多分変わんないんじゃないですか。ゆいさん、頑固おじさんなんで。頑固おじさんではないよ。やり手柔軟な方だよ。そうは見えないですけどね、顔的に。お前がなんかやり手って言った時にダメしたことあるかよ。確かに。でもね、ほんとね、世の中にいろんな組織があるじゃないですか。いや、そんなことないっすよ。組織じゃない。なんでですか。見てるから。聞こえてるでしょ。今日風強いから。聞こえないんですよ、風強いから。風強いから。なんで2回言ってんの。だから、はい、いろんな組織があるじゃないですか、上に立つ皆様。上に立つ皆様。部下がね、これをしたいんだとか言ってきたときは頭ごなしに否定しないで、まずやらせてあげた方がいい。え、何の話をしてるんですか。とにかく頭ごなしにダメっていうのはダメ。それ親としてもそう。あ、子供が何か言われる、ダメだ、お前がもう空手なんてダメだ。ほう、空手、なんで空手。
それでダメだとか言って、はいはいはい、何でも否定しないで、じゃあまずやってみろと。やってみて、こうやらせてやらせてやらせまくったら、こんなに成長した。確かに。ってことは、ルート66もやってみないと分かんないですね。本当は。今回ね、スウェーデン富士の札幌ワンマンライブをソールドアウトさせていただいて、ありがたかったですね。楽しいライブをして、はい、したじゃないですか。だから正直言う、はい、かわいい。帰りなんか知らないけど、某所から某所に移動するとき、一気に25分だったのに、はい、帰り1時間半ってなったじゃないですか。だからさ、ほどほどの距離で移動する、もしくは遠くに行くときは夜中朝方移動する、そんなシステムに移行していこう。え、それはちょっと嫌です。移動する時間無駄なんだって。自分さ、バイクだからとか言ってるけどさ、はい、俺の車じゃん。どういうことだよ。移動するとき。基本全部ゆういちさんの車の相乗りですからね。でもやっぱり家まで迎えに来てくれるゆういちさんがやっぱりすごいじゃないですか。だからルート66行くときは僕が迎えに行くんで大丈夫です。任せてください。もうちょっと日本回ってからにしよう。四国の88カ所巡礼とかですか。いいのに。それなら行ってやる。え、マジやります。バイクで。それだったら東京の神社全部巡ってみるとかさ。いや、全然興味ないっすね。四国の興味ないんだよ。どうせ行ってもさ、夜の打ち上げが楽しみなんでしょ。札幌行った時もさ、ライブをやって打ち上げをやって、もうみんな飲んで食って楽しかったねってなった時、あんたなんて言った。はい、次どこ行きますか。前回の放送、次どこ行きますか。なんで疲れ切ってさ、はい、次の日朝早いのにさ、はい、11時に出れば間に合うとか言ってて、計算したら9時半でもちょっと危ないってなってさ、それ俺がね伝えたらちょっと切れてんの。大丈夫っすよ。大丈夫、わかりました。9時半 OK っす。切れてんの。まんまと遅刻してんの。危ない危ない、立ち動きする、立ち動きする、立ち動きはちょっとおしゃれになんないの。これ大事なバイクだから、本当にゆういちさんみたいにあんな目に遭いたくないんでね、すいません。 X 見た、はい、女の子がさ、 X で女の子がさすがに下ネタ言い過ぎて、その時さ、はい、X じゃねえよ。X だよ。こうやってさ、走ってる時さ、こんなのってさ、転んじゃったやつあるじゃん。ノーキンライダーっすか。それは別。ノーキンライダーさんは何だっけ。立ちこけの動画だけなぜかプロテクターつけてたんですよね。気になったことはしっかり口に出していかないといけないんで、ね、ノーキンライダーさんってプロテクターしない主義だよね。普段つけてないのにその時に限って。そうなんすよ。いやー、そういうとこ好き。で、それが何、発進の途中にこういうのウーボーンとか言ってやって倒れちゃったって話ですか。そう、倒れちゃって。ムーキンさんが知らない人。誰の話してんすか。俺はこう、とりあえずバイク女子だよ。ちょっと待って、なんか見たことある人いるんですけど、あそこに。どこどこどこ。日比谷公園の入り口に見たことある人いたんですけど。見たことある人ってどういうこと。見たことある人っす。僕らのよく知っている人っす。ゆういちさんが人生で初めて立ちこけした時にいた人っす。だからさ、はい、分かってるよ。誰っすか。うわっ。いや、東京都ど真ん中の日比谷公園にヒゲマックスのつるっぱげの人いましたよ。だってつるっぱげ言うの。だってヒゲ面につるっぱげでサングラス、ティアドロップでしたよ。それはね、はい、あの方しかいない。日比谷公園にいましたよ。え、しかもカメラ向けてましたよ、こうやって。だから、はいはいはい、なんすか。事前打ち合わせしてるだろ。打ち合わせしてるだろ。なんであそこにいたんだろう、気になっちゃいますね。待ち合わせしてるからだろ。ちょっと見に行ってみますか、ゆいさん。合流だろ。びっくりした、さっきの偶然。偶然じゃない。偶然スキンヘッドおじさんが、あれ、いなくなってる。偶然スキンヘッドおじさんが、マジでここにいたんだよな。偶然スキンヘッドおじさん、どこ行った。偶然スキンヘッドおじさん、もう名前言えよ。いや、名前わかんないです。だって一瞬しか見えなかったんで、僕も。いや、あそこに、ね、SR も止まってたんですよ。 SR で確定で。LINE 来てないかな。 LINE 来てないかなって思う。あ、 LINE 来てますわ。可能だったらこの通りを素通りしてもらえます。アポロ探すてで始めたのでって書いてあるんです。ほら、そら、スキンシップ多めのスキンヘッドハゲですよ、ゆうさん。
ほら、美少年さんじゃないですか。美少年だ。日本で一番日比谷公園に似合わない男ですよね。アポロチャンネルを探す体で来てるってことですか。さっきあの美少年さんとの LINE もここに映しちゃったんで。どうします、今日何するんですかこれ。今日は映画に来てほしくて。じゃあちょっとカメラ変えましょうか。カメラ変えましょうか。すっげえ汚いヘルメットをつけてます。おしゃれなんすね。あ、ほんとヘルメット被ってるわ。頭に3箇所スタッツつけたのかと。今日は何故探してくれてたんですか。今日だから映画のね、はい、これが本当のヘルメットです。あ、ほんとだ。イエスさんどうですか今日の釣り具合は。ショーウェイ。映画に来てほしいっていう。いや、ちょっと行けないんですよ、俺。ベラルーシ人の友達が東京に来るんですけど。ベラルーシ人の友達と、二所面どっち大事なんだよ。ベラルーシ人。ありがとうございます。リュウさん、行けるっすよ。行きます。ありがとうございます。当たり前じゃないですか。30日お台場っすね。はい。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。江戸くんが来れないなんか言ってましたけど、大丈夫ですか。美少年さん、すいません、もし本当に滋賀県行かせる気だったらこの動画でキャンセルです。なんか滋賀来れないとか言ってましたね。なんかおかしいああいうて。誘ったんですよね、せっかく誘ってんですよ。無視っすよ、あいつ LINE。 マジっすか。僕 LINE 送ると、2、3分以内に毎回帰ってきます。2、3分は2、3日も嫌われてるっすよ。今回お台場と、滋賀、大津、あとペーパービューもやります。ペーパービューって何ですか。オンラインで見れるらしいっすよ。オンラインで見れるって言えばいいじゃないですか。そうですよね。カッコつけてペーパービューとかね。誰も分かんねえよな。俺聞きたいのはどんな映画なんですか。グッサンの話ですよ。そう、グッサンの話。ほら、グッサンの話っておめえ友達か。2% のグッサンの話ですね。うん、あと 2% 私ね。2% 足す。はい、ウッサンさんの喋、はい、り続けられるっす。どんな話を今回映画にしたんですか。まあ、歴史ですよね。歴史ですよ、ね、はい、うん、ビルダーとしての生き様。そう、チケットの売り上げ半端ないみたいなことを書いてましたけど、結構売れてるらしいっすね。売れてるけどまだ席余ってるんで。つまり、うん、今日は何を言いたいかというと、うん、チケット買ってください。この間僕がさ、XADV のさ、試乗動画でさ、無理くり美少年さんの映画について日程とか全部ぶち込んだら、美少年さんから、さあさあ、本当にありがとうね。そういうところ本当に優しく、俺は好きだよ。これからもよろしく、みたいな、LINE が絵文字好きで俺に届きましたよ。キャラクターってのがあるから。やっぱりね、みんなに来てほしいですよね。そう、来てほしい、ぜひ。映画はもう完成したんすか。もうちょいっすね。最後の、テコ入れみたいな。めちゃきりっすね。やっぱりこの映画が終わった後のさらに先も見据えてるんすか、何か。その先の先まで。やばいっすね。うん、今日それだけっすか、映画の話しに来ただけっすか。そう、あと用ない。あと用ないらしいっす。アポロチャンネルで映画の宣伝したくて、探してる体で来たみたいな感じっすよ。絶対使っちゃうじゃん。それを変えた上で俺のやつ見てもらいたい。あ、そうですね、そうですね。まあそんな感じですか、もう今日これで終わり。なんかあります。僕らは特にないっす。はい、求めろよ。SCS の佐藤さんと美少年さんの画角を収めに行きます。じゃあ俺行こう。佐藤さん会いに行きます。行く。何も言わずに行ってみます。で、美少年さんいきなり合わせてどういう反応するか。絶対面白いっすね。じゃあ行きましょう。レッツゴー。めちゃぶり感もすごかったですね。いやー、よかったですね、今日。佐藤さんと、美少年 TV の初コラボ。この内容に関しては、美少年さんの動画見てもらえれば。ありがとうございます。佐藤さんが、今回のこの映画のね、スポンサーになっかなってくれるみたいな話だったんで、ほんとすごいなと思って。やっぱ違いますよね。ちょっと違うバージョン撮りましょうか、じゃあ。今回はね、残念ながら、スポンサーにはなれませんでしたけど。そっちの方撮ります？最初から無理という人はいないです。じゃあ前向きにね、ちょっと検討していただいて、はい。まあ、佐藤さんと美少年さん同じ画角に入ったこと多分なかったと思うんで、次回、美少年さん呼んで、試乗動画一緒に撮りたいっすね。ああ、いいっすね。美少年が乗るなら、R25 とか。最高っすね。はい。大型は持ってないんすか？持ってないっす。あ、そうか。エドも美少年も雄一も全員中型しか持ってないっすね。いらない？いらないもん。え、そうなんすか？撮ってたら幅は広がりますよ。え？え？大型持ってる。あ、持ってます、免許。はい。持ってます。大型バイク。あ、バイク持ってないです。お金ないんで。そう、買えるわけないじゃないですか。200万もすんだよ。欲しいバイク全部。結局、バイク買えないのに、はい、わざわざ通って、そうですね。十何万払って、はい。無駄でしょ。無駄じゃないですよ。だって結局、それの鍵山形行くときに900RS とか乗れたわけじゃないですか。それ結
かしんどかったじゃん。忍者の方が良かったっす。はい。ネイキッド型バイク乗ってるきついって。きついっす。あの、この間、熊野で乗ったあの、インディアンももうクソでしたね。やめろ。いや、だそりゃず、だって排熱やばすぎたんですって言ったもん、俺。貸してもらったんだ。なんで立ち上がんだよ、そうやって。あ、ほんとにやばいよ。ここら辺のまた後に、同じズボン履くな、ほんとに。なんで同じズボン履いとるんじゃ、今気づいたわ。ちょっと色違うだけじゃないですか。ほぼ一緒じゃないですか、これ。これ、経年劣化じゃねえか、もうほぼ。結ぶなよ、ほんとに。この間コメント来てたよ、ようゲイカップルって。なんだよ、そのコメントと思って。まあでも、大型免許取ってもらえれば、もっとこう幅広く、SJS のバイク乗れるんで。実習行きます行く気ないでしょ。だってさ、二正面なんて教習所行ったらさ、バルバルだよ。まあ確かに。どんなに隠そうが二正面だってなっちゃう。じゃあそうっすよね。どうでしょう。いや、俺はギリ大丈夫。どうギリ大丈夫ですか。俺は、髪を縛ればわかんない。わかる。え、なんかめめしくなったっす、いきなり。めめしくはなる。二正面はすぐバレちゃうし、一本橋こうやって慎重にやってる二正面とか、いや見たくない、見たくない、え、絶対やだ。クランクで足つく二正面とか見たくないです。二正面さんって立ちこけとかしたことあるんですか。あるよあるよ。この間のダサいやつみたいな。あそこまでダサいのはない。あ、ない、さすがにないですよね。さすがにないですよね。さすがにないですよね。え、ジョッキーシフトあれで立ちこけしたことあるんですか。あのジョジディみたいな感じですか。なんか変なこけ方して、足を詰まった足を詰まった、痛い痛い。ちょっと持つふりしてやめてたもん、ね、うん、その前喧嘩してたから。なんか人がそうなんだ。痛いだろうみたいな。ちなみにこの映画ジョジディも出てるんですか。ほぼ出てないわ。ジョジディは制作側、うん、俺は出てるちょろっと。あの真面目なジョジディは出てこない。出てないね。あ、うん、真面目なふりした。今日なんでジョジディいないですか。やっぱ喧嘩してるから。今日はちょっと怒ってるかもしれない。だってジョッキーシフトにしてからもう立ちこけ3回ぐらいしますよね。あれね、言っちゃいけないんだけど、はい、6回してる。いやてか、その動画撮ろうよ。ジョッキーシフトに乗ってみた。え、怖いっす。いや、大丈夫っす。支えます。俺、脳筋になっちゃうんです、さすがに。そしたら、あ、俺、その時、そしたら、肘にプロテクターつけてきます。やめろ。え、なんでですか。本当にだってもうすでに嫌われてるからいいじゃないですか。嫌われたらそれ以上はないんですよ。いや、はい、ある。え、何何何、嫌い、うん、もっと嫌いがあるんだって。いや、もうもっと嫌いですって。俺らのことなんて、だって俺ら動画のネタ話したんですよ。え、それ以上なんかあります。もっと嫌いの上、好きになるかもしれない。そうだから、加点方式って大事なんですよ、ね、うぜえやつがいいことすると、あ、こいつって本当はいいやつなんじゃねって思われる可能性があるんで、その方向でいきましょう。一回もうちゃんと嫌われた状態から、脳筋さんが絶対見てないようなところの生放送とかで、いや本当あいつすげえんだよ本当はみたいな感じの話をマジで真剣に話しましょう。そしたら惚れてくれるかもしれないです。いや、その前にさ、はい、本当にあの人すごいから。でも最近強しとばっかやってますよね。あー、なんか最近変わったよね。でも気づいたんですよ、二人の方が楽しいってこと。そして二人の方が楽だ。だって俺ら二人じゃなくて最近三人でやってるじゃないですか。最初本部一人だったけど、ジョジディどんどん出てきて、高橋さんも出るようになっちゃって、なんなら高橋動画もありますもんね。はい、ちょっと楽しすぎてる。ですよね。なんかもう、うーんとか言って。なんか、ボケっとしてる時あるもんね。ね。江戸くんに全部任せて。そう。全然。話聞いてない時は。そう、ありますよね。え、違うんだって。うん。特に3人撮りの時、うん、全員が、俺も俺もってなったら、ぐっちゃぐちゃになっちゃう。いや、もうすでにぐっちゃぐちゃっすよね。もう、うん、もう収集つかないです。あれ、編集地獄っすよ。いや、二所目のところだったら、うん、高志くんが一歩低いじゃないですか。あ、はいはい、はい。そういうノリっすよ。あー。俺もこう、言ったらもうダメ。 あえて下がってんすか。そうそうそ そう大人っすね、うん、あ、でも一歩下がった方がいいっすよ。だって体格的にも一歩下がった方がちょうどみんなと同じぐらいの。今こんな当たってんのお腹しか当たってこなかったっすよ。まあ今日はね、立ちこけについての動画だったんですけど、どうでした。え、なに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 、全然その話、いや、しました。ちゃんと立ちこけの話で、みしょめんさんにも立ちこけって経験ありますかとか話したじゃないですか、ね、あの女の子をピックアップして話そうとしてるのに12秒ぐらいしかなくないですか。え、佐藤さんは立ちこけしたことあります。ありますよ。あ、やっぱありますよね。ほら、みんなそれぞれ経験してるんで、やっぱ気をつけていきましょうって話ですよ。え、はい、もう一人の動画。じゃ
ょっと今度死ぬほどここのバイクで足つき悪めのバイクってあります？ CRF ラリーぐらいです。ああいいです、あとで V ストローの1000いくつあるんだ。あ、そしたらじゃあ足つき悪めのバイク美少年さんに乗ってもらう。ごめん、え、大型免許ない。あ、そうだ、ダメだ、こいつはダメだ。